ブラボーキャスト対談。はい、始まりました。キャンプしてますね。してますね。してますわ。谷瀬の吊り橋のそうですね、キャンプ場に来てます。久々の、初めて来ました。上に吊り橋があってね。よっしゃー、止まらん、乾杯。よし、各ね、そのチャンネルで、はい、あのキャンプギア紹介しましたよ。あげてるんで、またそっちもちょっと熱なりましたね。はい、そっちもチャンネル登録してほしいです。あ、ほんまやね。はい、こうやってお願いします。お願いします。で、ちょっと今日は、はい、俺ちょっとまあ夏のおあてというか、はいはいはい、キャンプ飯、まあ居酒屋動画好きな人多いと思うんで、まあ居酒屋よしも、おお、来たかな、地の差を案内したと思います。よし、最近マジもやしとブロッコリーハマってるわ。いや、特にブロッコリーやばい。もやしと豚しゃぶを茹でました。沸騰したので卵入れます。ヘイシリー、8分後にアラーム合わせて。ちーちゃんからいただきました、一番搾りプレミア。カンパラポン。よいしよいしよいし。あ、うまー、香りよ。そう、お、え、なにこれ、フルーティー。そう、上品な味やな。ジャンキーなものと合わせると両方が喧嘩するけど、うん、これはこれで単発でいくんだ。そうそう、クラフトビールみたいな。あ、そうっすな。今日もアサヒスーパードライがこれだけなんで、うわ、もうあのこれだけでいこうかな。うまっ、茹でたな。ブロッコリー、水分を切っていきます。ブロッコリーを入れたジップロックにそうめんつゆ、めんつゆ、だしも効いてるし味もあって、あんま究極体なんですよね。ポン酢が1位だと思ったけど、めんつゆがやっぱ一番楽ちんですね。特にキャンプの時とか、合わせ調味料を持っていくよりやっぱめんつゆ一個あった方が。こんな感じで片栗粉、片栗粉はい、でさ、片栗粉入れて、まあ、混ぜていきます。よし、ちょっと揚げ物パーティーしますぜ。揚げ物が揚げ焼きやけど、はいはいはい、入れちゃおうかな。揚げ焼きパーティー、怖い怖い、行っていい、はい、あ、まだよかった、よかった。俺だから初めてこの間ブロッコリーの素揚げ食べてうますぎたってインスタ載せた時に、家でもやってくださいみたいなコメントいただいたんや。その代わりめっちゃ油跳ねますみたいな、そのブロッコリー自体が。けど、なんていう、この茎の部分と、なんていう、あ、葉っぱの部分、葉っぱの部分がちょっと揚げて香ばしなんのよ。ええね、ええね。ブロッコリー、ええ感じに上がってきました。めっちゃいい、うまそうやんな。上がってんな、いい感じ。これちょっと油切っていきます。よし、このジョッキおすすめ。あ、いつ何時何飲んでもやっぱ酒はうまい。まあ今日俺が何するかっていうと、
お、そんな、そうめんです。背中から出てきた、そうめん、椅子の背中から出てきました。そうめんを食いたかっただけなんや、ただただ。おお、いやでも夏ですわ。そう、そのためのトッピングをずっとね。なるほど。これ湯がくんぞ。これね、流水麺知ってる？これほんま水でほぐすだけやね。あとね、これ2人前なんですけど、マジで4人前ぐらい量あるんで気付けるよ。こんな感じで、その固まってた束の流水麺を、まあ、そうめんを型、ほぐしました。で、そっからですよ。肉、まあ、いわゆるそうめん二郎を作っていきたいんで、もやしと、そうめん二郎うまそう。すごい。フライドブロッコリー、完成しました。完成しました。はい。いやー、うまそうですね。ちょっと夏っぽい。はい。最近うまかったもんと自分で思いついたもんを足しただけ。違いないっす。うまそう。うまそう。うまそう。うい。まあ、そうめんね。個人的に、だからもう、そうめん二郎。そうめん二郎。え、もうこれ一緒に行っていい？もう行ってください。ごと。好きにしてください。いただきます。見ながら飲みます。うんまっ。ええっすね。あ、待って、ブロッコリーやばい。時間をかけたブロッコリーが。もうちょっとブロッコリーはサクサクなった方がいいねんけど。はいはいはい。味付けは完璧。おうまっ。時間かけましたよ。ブロッコリーを作って、うん、ゆで卵を作、そうか、これ作ったんですよね。全部。ゆで卵。うん。もう、店の卵っすやん、これ見た目。え？びっくりするわ。うまっ。あ、これうまい豚しゃぶやん。全部。はいはい、ここに。このね、これぐらいさっぱりした豚しゃぶの方が夏なんですよ。じゃあいただきます。あ、じゃあちょっと、いや、いいっすね。そう、めめめめめめめ。あ、なんか知らないやつ言ってる。じゃあいただきます。普通にうまい。夕方食べるのいいっすね。いい。いきなり締めてる感じ。締め、ほんま締め。麺類で締める感じ、うん、でもラーメンとか、うん、そういうのがっつり締める感じとは違って、そうやね、そうめんなんでまたちょっと軽いじゃないですか。うん、一回リセットする意味の締め。そうやな。うまっ。うん。あんま何も入れたらやる。揚げブロッコリーにマヨ、ツナ缶、でこれをちょっと混ぜます。見栄えは悪いけど多分美味しいはず。でここでクラッカー、これにのせて食うと。コインシャワー、そう、1時間ちょいしたね。ここ腹ポンポン、腹ポンポンっすね。これ食う。いただきます。
うまっ、うまっ、ツナとクラッカーのマヨネーズ、ブロッコリー、はいはいはい、おお、ブロッコリーすごいわ、可能性、うん、うんうんうん、あっさりして食いやすいよね、いいっすね、うんうん、酒のあて、口に入れた瞬間にこう野菜のブロッコリーの、うん、そうやね、ふわっと香ばしさと、うん、それはさっぱりしてて、チーズとか入れてもまたうまいよな、うん、確かに、でもあ、チーズとかもこう入れたら濃くなっていいですけど、うん、なかったらこのあっさり、そうやね、これいいよね、うん、確かにめっちゃさっぱり、これ突然の2食目、あ、めっちゃいいですね、うん、バケットでもうまいかな、がっつり行きたい人は、うん、おはようございます、おー、今日駆け抜けましたね、飲めましたね、雪っこ飲んだ瞬間、はい、ストーンって来ました、はい、雪っこっていうね、あの日本酒をいただきまして、美味しかったっすよね、めっちゃうまかった、そう、届いた瞬間一気に酔っ払ったね動画が飯作って食うて翌朝になってるから、ね、動画的には、あ、じゃあちょっとまた、はい、ブロキャスでもキャンプやっていきましょうか、やってみましょう、以上、あるっしょ、あるっしょ。